3歳的書き論の2回目の授業になります。声も聞こえていると思うので、で、このまま進めていきたいと思います。で、ですね、前回、定義をしたんですけども、ですね、これですね、このグラフの順動形って話をしていくということなんですけども、ちょっと日付が前回も間違ってまして、多分2020年になってるんですけども、もちろん今年は2021年です。はい。で、今日はですね、その順動形があるかないかっていうことを、この部分構造を見て判断するって話をしたいと思います。それでですね、前回、あ、すみません、すみません。前回、定義したことの、復習をしますね。グラフがあったときに、まあ、向こうグラフの話が今日は主になるんですけども、向こうグラフがあったときに G と H に対して、G から H への順動傾斜像、ホモモーフィズムといったら、それは何かというと、頂点集合の間の斜像で F で何かというと、UV というのが G の辺であるならば、その U と V を、この F で移した先は H の辺になってなくてはならないということでしたね。今、これ例がありまして、まあ、G が1、2、3、4、5という頂点を持ってまして、H の方が ABCD という頂点を持っているときに、まあ、ここに書かれている F という斜像は、順動傾斜像です。で、なぜかというと、まあ、この赤い矢印がそのどのように移されているのかということを表していると思うんですけども、例えばこの2、3という辺がもともとこの G にはあります。で、2は D に移されて、3は C に移されます。そうするとこの C と D というのは H においても辺を作っている。だから2、3というふうな辺が、まあ、CD に移っているというふうに思えるわけですね。で、こういうふうにその辺が辺に移っているって形になっているような頂点の間の斜像のことを順動傾斜像と言います。はい。で、似たものに動傾斜像っていうのがあって、動傾斜像は、見た目はですね、先ほどの順動傾斜像の定義に似てるんですけども、二つ違いがあるっていうのを前回話をしたんです。この一つは何かというと、この F が全関されないといけないということですね。で、もう一つは、その矢印の向きが両向きじゃないといけないということです。で、まあ、気分としては何かというと、この G というものと H というものは、まあ、見た目が同じだってことですね。見た目が同じ。まあ、見た目って定義しませんけども、もちろん。だから直感的に言うと、見た目が同じ。で、まあ、見た目って何かっていうと、例えばですね、まあ、この1234というような、この G というグラフがあるんですけど、この描き方をですね、変えて、まあ、この写像に合わせてですね、これは合ってないですね。ここ3ですから、これは合ってなくて。ここは3で、2で、1で4か。こういうふうに、見た目を合わせてあげると、頂点の名前を変えると、まあ、同じになるということですね。で、まあ、その頂点の名前の変え方を、この前端者 F というのが与えているというふうにも、まあ、見れるわけです。はい。で、そのようにして、この動傾斜像というのは定義されるということですね。はい。これが前回の復習で、で、これですね、G から H への順動形が、順動傾斜像。まあ、順動傾斜像のことを今後順動形というふうに簡単に言っちゃう可能性もありますけども、順動傾斜像が存在するときには、この G 矢印 H という形で書きます。簡単にですね。で、動傾斜像が存在するときには、G と H は、まあ、ほぼ同じ。っていうような形の、記号で書きます。で、ですね、ここにちょっと注意があるんです。この下に。以後ですね、単にグラフと言ったら、向こうグラフと有効グラフの両方を指すとしてください。だから今、ここはですね、グラフと書きました。先ほどのですね、順動傾斜像と動傾斜像の定義はですね、有効グラフに対しても同じようにできるんですけども、まあ、その時に、同じように定義すれば、この順動傾斜像が存在するときや、動傾斜像が存在するときに同じようにこういう記号を使うということになります。ただ、まあ、今日の話では、あんまり有効グラフ出てこないことになります。はい。で、区別が必要な場合は、向こうグラフや有効グラフと、明示的に書くことにします。はい。だから例えばですね、この前のページの、この動傾斜像の定義、この定義は、まあ、向こうグラフにしか、まあ、有効ではない定義になるわけですね。なぜかというと、まあ、この辺の表し方がですね、この集合になっているからです。はい。有効グラフの場合は、ちょっとこの部分を、まあ、変える必要があるということになるわけです。だけども、まあ、同じように定義ができるということになります。はい。で、それで、そうですね。だから、で、今日の話じゃなくて、ここですね。ちょっと話が出る。ここは今、グラフ何でもいいということなので、まあ、向こうグラフでも有効グラフでもいいと。ただし、G が向こうグラフだったら、H も向こうグラフ。
で、G が有効グラフだったら H の有効グラフだというふうに思ってください。はい。で、区別が必要な場合には、ちゃんと無効グラフや有効グラフと書きます。はい。ここまでが復習ですけども、いいでしょうか。さあ、そうですか。はい。じゃあですね、今日はどういうことをするのかっていうと、はい、その、順道形があるのかないのかってことを知りたいんですけども、そのための、まあ、いろんな技法があります。で、ちょっと2つ紹介しようかなと思っていて、で、1つは、機内集というものを使う方法と、もう1つ、独立比を使うという方法です。まあ、それ以外にも、もう少し、なんていうんでしょうかね、まあ、闇雲というか、アドホックの方法もあるんですけども、この2つの方法は、後の方でも、自治体かな。の行為とかでも使う予定なので、それを紹介します。はい。でですね、まず、その順道形っていうのが、合成をするとどうなるかってことをちょっと紹介します。ですね、じゃこれですね。ここはグラフなので、GHK は、無効グラフでも有効グラフでもいいというふうに思ってください。で、何かというと、3つグラフがあるんですね。これ G、H、K、ちょっと矢印書かなければいけないですけど、GHK と3つグラフがあると。で、F が G から H の順度形、この赤ですね。で、G が H から K の順度形、この青ですね。だとしたときに、この合成っていうのは、これ G 丸 F、F と書いたらこれ合成ですね。G から K への順度形になります。この下の図で言うと、この G、H、K と、こう3つグラフがあるんですけども、で、G と、スモール F とスモール G という、写像があるんですけども、この合成っていうのは、この今緑で書いたような形になります。ちょっと見にくいかもしれませんけどね。どういうことか、っていうと、例えばですね、F によって1は C に移ると。で、G によって C は α に移る。となっていると。で、この時に、この合成っていうのは、1をこの K の頂点のどこかに移すんですけども、それは、この赤、青でたどり着いた α にこの緑では移ると。合成では移る。ということになるわけですね。まあ、下に合成の定義書いてありますけども、まあ、これは復習ですね。はい。で、今ちょっと見にくいので緑だけ見ますけども、これですね。これが合成になっています。そうすると、実はこの F と G がもともと、この G から H、F が G から H への順道形で、G の方が H から K への順道形だったら、この合成は G から K への順道形になります。で、確かにそうなのかってことを見てみると、例えばこの3号という辺があるんですけども、3は、アルファに移されて、5は、なんでしょうね、ガンマに移されていて、確かにアルファガンマは変になっているという感じですね。それがこの G のどの辺に対しても言えます。だから、まあ、この例では、この G 丸 F っていうのは確かに、G から K の順道形になっているんですけども、これは、どんな、グラフ GHK でどんな順道形スモール F スモール G に対しても成り立ちます。で、これ一応今から証明していこうと思うんですけども、まあ、証明はそんなに難しくないです。素直にやればできます。で、だからまあ素直にやっていきますね。まずそのスモール F が G から H の順道形で、スモール G が H から K の順道形だと仮定します。そうすると順道形の定義から UV が G の辺だったら FUFV は H の辺であるし、XY が H の辺だったら GXGY が K の辺になるということがわかります。これはいいですか？順道形の定義ですね。順道形写像の定義を。で、まあ、ちょっと一応これ、A、B と書いておくことにします。ちょっと A、B、後で、使います。で、何を証明したいかっていうと、合成が順道形である。G から K への順道形であるところを言いたいので、ですね。何かというと、これをその順道形の定義を使って言い換えると、UV が G の辺だったら、その合成によって移された先は、ちょっとここのカッコいりませんね。すいません。合成によって移された先は、K の辺であるということを証明したいということになります。はい。いいですか？なんか何をするかっていうと、これ、UV が G の辺であることを仮定して、これ、証明します。ということになります。はい、だから、まず UV が G の辺であると仮定して、最終的に示したいのはこれですね。これゴールです。G 丸 F で U を移した先と、G 丸 F で V を移した先が K の辺になるということを言いますね。で、そのために、この A と B、先ほどのページで、
出てきた性質を使いましょうということになります。でそうすると、今これ仮定してますから、A の仮定とこれ同じなんですね。だから FUFV が E の辺で、H の辺であるということが言えます。A より FUFV は、H の辺です。で、ここで、B を使いたいんですけども、この、X として FU、で、Y として FV 取っていきましょうということをします。で、そうすると、この GX っていうのは GFU になって、GY っていうのは、GFV という形になります。よろしいですか？なので、B を使うと、まあ、これが言えると。今書いた通り、この GFU と GFV が K の辺であるということが、この B から言えます。でそうすると、実際、今ここに書いた GFU っていうのは G〇F を U で写したものと同じですし、GFV っていうのは G〇F で V を写したものと同じなので、結論として、ここに書いてある、この G〇F で、U と V を G〇F で写したものは K の辺であるという結論が得られます。でこれがまとめですね。そうなので、この2つ同じなので、最終的に、写した先は K の辺であるということが言えるとかという形で証明が終わります。よろしいでしょうか。今これ無効グラフの場合の証明なんですけども、有効グラフの場合も同じように証明できます。いいでしょうか。なんかわかんなそうだったらなんかわかんないというようなことを言ってもらうのはいいんですけども、いいですか。はい。じゃあ、これをです。これは、あと今後使っていきます。よく使う。性質で、これもう一度言ったんです。同じものを書いただけですけども、これは別に言い方するとどうなるかっていうと、こうなりますね。G から H の順動形が存在するってことは、これはそのまま G が印 H と書くというふうに先ほど言ったわけですね。で、G が H から K の順動形であるってことは、まあ、H から K の順動形があるので、まあ、こう書けるわけです。で、この二つがあったら、G から K の順動形が存在するので、G から K への矢印。っていうのも、成り立つというわけですね。だからこれは、ちょっと図っぽく書くと、G と H と K っていうグラフがあったら、G から H に矢印、順動形作動があって、H から K に順動形作動があったら、その時に、G から K にも順動形作動がありますよ、ということですね。でこういうそのなんか矢印の引き方っていうのは、これは推移的っていうんですね。まあ、これちょっと、次回もう少しちゃんとやりますけども、推移的。なわけですね。推移的というのは何かっていうと、まあ、この矢印をですね、だから何だろう、これ自体をなんかグラフだと思うわけですね。この G と H と K っていうのがこれ頂点で、ここにその弧ですね、有効辺があると思うわけです。で、G から H に有効辺があって、H から K に有効辺があったら、その、つまり G から K に2歩で行けるんですけども、それを、時には1歩で行けるような、有効辺もある。というような、まあ、有効グラフ。が性質を持っていたら、そのような有効グラフは、推移的な有効グラフって言ったりするんですけども、まあ、そういう性質を、この、なんだろう、そのなんかグラフ全体をですね、そのグラフ全体のグラフというんですかね、そういうものを考えたときに、それがこの推移的になるということを、まあ、ここの話は言っているということになります。この視点はですね、次回もこう、上で深めていくので、またその時に出てきます。今の、この講義の中でも出てきます。はい。ではですね、じゃこれを使って、どんな時に順動形があるのかとか、どんな時に順動形がないのかって話をしていきます。で、初めの話はまず部分グラフって、割と簡単な話からしていきます。単純な話から。今からの話は大体無効グラフしか出てこないような話になります。で、無効グラフ G と H があった時に、G が H の部分グラフであるというのは何かというと、これは単純に、頂点集合に部分集合であるというその方眼関係があり、かつ辺集合の方にも部分集合であるというような方眼関係があることを指します。いいですか？で、まあ、これ下の例があるんですけども、これ G は H の部分グラフです。なぜかというと G の頂点集合1、3、5、6っていうのは、この H の頂点集合1、2、3、4、5、6の部分集合であるし、辺集合も部分集合なんですね。で、部分集合っていうのは、定義をちゃんともう一度しとくと、なんだろうね。EG が EH の定義は何かっていうと、部分集合の定義何だったかっていうと、左側の要素であれば、それは右側の要素であるってことですね。だから、どう書けるかっていうと、
左側の要素は、辺なので、まあ、UV で書きますよね。UV が辺であるならば、それは、H の辺でもあるということですね。これが定義ですね。だから、その、まあ、定義通りに見てみると何かっていうと、1号が G の辺であるのならば、1号は H の辺である。いいですね。3号が、G の辺であるならば、3号は H の辺である。ですね。5、6が G の辺であるならば、5、6は H の辺である。まあ、こういう形になってるわけです。だから、これは、この定義の条件を満たしていると。これですね。なので、何ですか？ G は H の部分グラフであると。いうふうに言います。で、ですね、部分グラフであることの、表記としてですね、この、まあ、なんか G 部分集合 H のような書き方をします。ただし、この時のこの記号は部分集合であることを表すんじゃなくて、部分グラフを表す記号なので、それは注意してください。いいですか？ G と H は、集合なので、あ、集合じゃない、集合じゃなくてグラフなので、この真ん中の記号は、部分集合を表す記号じゃなくて、部分グラフを表す記号なんだというふうに思ってください。ただ、その時の記号として、部分集合の記号と同じものを使うというふうに思ってください。はい。で、この時に H が G を含むという言い方もします。はい。で、有効グラフにおいても、部分グラフは同じように定義されますけども、まあ、今日は出てこないです。はい。で、これは定義です。これいいですか？で、そうするとですね、簡単に、順条件の立場からは何が言えるかというと、これが言えます。G が H の部分グラフであるならば、G から H への順道系が存在すると思いますね。これが先ほどの例ですけども、まあ、この時にじゃあ G から H への順道系画像を作ってくださいと言われたら、まあ、これは割と皆さん簡単にできると思うわけです。で、これはどんな、G ですね。H の部分グラフであるような G だったらいつでもできます。で、どんな、順道系画像が実際にあるのかっていうと、まあ、それは、まあ、こんな感じなわけです。まあ、1を1に移す。3を3に移す。5を5に移す。6を6に移す。ってことをしてあげれば、元々の辺は、この、H の方にあるので、ちゃんと、この、写像によって保存されるので、これは順道系画像です。ということになります。ただ、まあ、これは証明です。この図が証明です。まあ、今、口で言ったことをちゃんと書き下せば証明になるということですね。これ書いたのかな？一応、文章書いてありますけども、これ、先ほど今、口で言ったことを、文章で書いただけなので、まあ、そんなに意味はないですけども、まあ、事実としてこれは重要で、何かというと、部分グラフであるならば、順道系存在するということです。よろしいでしょうか？だからですね、順道系がある、かどうかってことの、まず、ま、初めの確認としては、それが部分グラフかな、あるいはその部分グラフと同型かなっていうことを考えるっていうのがあります。で、まあ、それを使って、ちょっと、簡単な性質を、紹介しましょうと。完全グラフっていうのを前回やりました。完全グラフ何だったかっていうと、記号としては、KN っていうような形で書くんだけども、まあ、KN といったら何かっていうと、頂点を N 個持っていて、頂点数は N で、任意の異なる二頂点間に辺があるようなグラフです。あ、向こうグラフですね。で、それをその、完全グラフといって、頂点数を使って KN と書いたりします。はい。で、何をしたいかっていうと、この KN と KM っていうのが2つ完全グラフがあったときに、その間に順道系があるかないかってことを考えたいとします。で、N が M 以下だったら、KN から KM へ順道系があります。で、N が M よりも大きかったら、ありません。ってことを今から言っていこうと思います。はい。でですね、上の方は先ほど言った、部分グラフであるっていう性質を使えばすぐに言えます。これ、下の例では、これ N が、ちょっと色が悪かったですね。ちょっと赤ばっか使うようなんで、N が5で、M が7かな。で、こういう例です。で、実際に、この場合は、これですね。N が M 以下っていう条件を満たせるわけです。で、その時には、順道系数ありますよ、ということを言っています。で、なんでかっていうと、先ほどの、部分グラフであるってことを考えるとよくって、KM は KM の部分グラフになっているからです。実際この5頂点の
完全グラフっていうのは、この7頂点の、完全グラフの中の5頂点の部分を取ってくると、そこに部分グラフとして現れているわけです。だから、KN から KMA は、順当計算が存在するということが、その部分グラフであるという関係から言えます。はい。で一方で、難しいというか、ちょっと、工夫が必要なのは、この KN から KMA は、順当計算がないってことを、N が M も大きいというということです。で、それはですね、次のページで説明します。はい。で、この例では、N が7で、M が5っていう、その M の方が大きい場合ですね、を考えます。じゃあ、何をするかっていうと、この頂点集合間の写像 F として任意のものを考えて、この F がどう頑張っても順当形になれないということを言います。はい。で、まずこう写像があるので、この7個ある頂点はどれも、この5個の頂点のどこかに移っていくわけです。で、移っていくんだけども、この元の方が頂点数大きいので、どこか2つの頂点は、この K5 の同じ頂点に移ることになります。KM の同じ頂点に移ることになります。例えばこんな感じですね。まあ、F っていうのはこの任意なんだけども、任意にこの写像を考えたら、ある U と V に対して、その F における移り方、移って先が同じになる。そういうような必ず頂点が2つは存在します。これはですね、まあ、組み合わせ論ではよくハトノス原理とかっていうふうに、いうことが、ビジョンコールプリンシプルですね。ということはまあありますけども、まあ別に言葉はいいです。プリンシプル。その、移す前の側の方が移した後の方の要素数よりも大きいので、どこか二つは必ず同じところに行ってしまうというのが、まあハトノス原理というものが言っているところです。で、そうするとですね、何がいけないかっていうと、あ、これいけないんですけども、何かっていうと、この UV のところは、もともとのこの KN の方では、点があるわけです。だけども、移った先は、1頂点なので、これは、この UV という辺があったところが、移った先では辺にならなくなります。いいですか？だから、この F は動系作動では、順動系作動ではないということが言えて、証明したかったことが証明できると。何かというと、この、順動形ではないと。順動形、この F は順動形ではないということが言えるということになります。よろしいでしょうか。いいですか。わかんなかったらちょっと聞いてくださいね。じゃあ、良さそうだということですけども、じゃあ、良さそうかな。いいかな、本当に。はい。で、そうするとですね、まあ、こんな感じの図が書ける。図というか、先ほどの、そう、書いちゃった。これですね。何かっていうと、今、この上で言ったことを、ちょっとその、図式的に書くと何かっていうと、K1、K2、K3、K4、点々点、Kn っていうふうに、1頂点、2頂点、3頂点、4頂点、N 頂点の完全グラフがあったら、この左から右に向かって矢印はあるけども、右から左に向かっては矢印がどこにもない。という形になっています。今、どこにもないと言っちゃったのはちょっと言い過ぎたってましたけども、もう少しですね、先ほどの話を、言うとですね、今、例えばこの K1 から K2 には矢印があって、K2 から K3 に矢印があるということがあるので、そうすると先ほどの推移性から K1 から K3 にも矢印があると。こんなこと言えます。K2 から K4 とかね。これも言えます。そうすると、K1 から K4 とかにも矢印がある。ということが、まあ、順々に言えるわけです。じゃ一方でですね、一方で今ですね、そうか、だから、それを、ここの図では、省いて書いてあるわけですね。今言ったことは、ここの性質から言えるんだけども、それを省いて書いてあるわけです。で、逆方向も省いて書いてるんですね。省いて書いてるというのは何かっていうと、本来は、例えばその K4 から K1 に向かって矢印がないわけです。ないわけです。ないわけです。ですね。でも、それも、省いて書いてないということになります。で、省いて書いてないと、なんでかっていうと、これが、なんで省けるかっていうと、矢印があったとするとですね、矛盾するからです。まあ、矛盾するっていうのは何かっていうと、まあ、ちょっとなんか言い方変ですね。ちょっとこれは、ちょっと時間もあんまり使うところじゃないので、ちょっと話さないで、今言った通り、ここは、省いて書いてると。省いて書いていないと思ってください。となります。はい。で、そうするとですね、何かというと、ここに書いてあるように、矢印が一方向に向かう向こうグラフの無限列が得られます。
K1、K2、K3、K4、点点点、もう KN、KN プラス1、N プラス2って、これずっとこれ無限にこう続いていくわけです。で、この無限に続いていく矢印は一方向で、左から右には矢印あるんだけども、右から左には矢印はありません。ということになっているわけです。で、またこの、こういうその列はですね、を考えるということが今後また重要になっているので、それはまた出てきたときに説明します。はい。で、もう一個言わなくちゃいけないのは何かというと、例えばですね、グラフがありまして、向こうグラフがありまして、で、この向こうグラフの染色数が、例えば5だったとしましょう。染色数が5。これ染色数ですね。前回やりましたね。で、染色数が5ってことは何かっていうと、G から K5 への順動形はあるけども、G から K4 へは順動形がない。ってことになるわけです。で、そうするとですね、この G っていうのを、この G ですね。この G を、この、列の中に入れ、列において解釈することもできるようになるわけですね。何かというと、今この K4 の隣に、ここに K5 があるわけです。本来はね。で、G から K5 に向かっては矢印あるけども、K4 に向かって矢印がないってことなので、まあ、G っていうのが、この列の中横にいて、K5 には向かっていけるけども、K4 には向かっていけない。なんかこんな形になってるんですね。こんな感じになってると。そうすると、先ほどちょっとその、なんでしょうね。グラフ、全体上のグラフっていうことを言っていたんですけども、だからまあそのグラフ全体のグラフ上に、K1 からたくさんこの完全グラフもありますし、このグラフもあるんだけども、このグラフっていうのは、その染色数によって、この列のどこら辺に対して矢印が出ていて、どこに矢印が出てないかってことが、まあ、わかるようになるわけです。で、そんな形で、このグラフ全体上のグラフっていうのが、だんだんどういう形になっているかってことが分かってくるっていうことが、今後の話になってきます。今日の話ではないんだけども、今後の話になっていって、なんか繋がってきます。はい。まあ、これをちょっと後でもう少し、補足します。まあ、これは今後の話です。ここまでいいですか？ではですね、もう少しやりまして、前回ですね、ちょっと二部グラフって言葉を出したのに、二部グラフは何なのかってことをちゃんと説明していなかったので、二部グラフっていうのは何なのかってことを順動形を使って定義します。で、何かというと、向こうグラフが二部グラフであるのは何かっていうと、それから K2 への順動形かどうか存在することです。例えば、今この G っていうこのグラフがあるんですけども、こっちに K2 があって、これ G から K2 に、への順動形かどうか存在するので、後で存在することを言いますので、で、そこからこの G っていうのは2ブラだってことが分かります。まあ、こんな感じですね。で、これはですね、K2 に向かっていく順動形数が存在することなので、これは、未彩色可能であるということと、まあ、同じです。で、実際に今これ色を塗ると、まあ、こんな感じになっていると。その1番に向かっている頂点が、まあ、赤で塗られていると思って、まあ、2番に向かっているところは、まあ、青で塗られていると思うと、この G っていうグラフは確かに赤と青で、という2つの色で彩色できているということになるわけです。で、これは、前回、最後の方で言った、非彩色可能であることを順動形を使って、言い直すと、K2 への順動形数が存在することというふうに言えることと、同値であることがわかるわけですね。で、これが、2部グラフの定義です。で、ちょっと2部グラフについて、考えたいことがあるんですけども、今ですね、じゃあこの C5 っていう、これは、頂点数5の平路ですね。頂点数5の平路。じゃあこれは、これと、この G っていうの、これ2部グラフですね。じゃあ今これ、この C5 から G への順動傾斜図ありますかというのを考えたいとします。考えたとします。で、これは、を考えるためには何を考えればいいかと、先ほど言った通り、これ G っていうのは2部グラフなので、G から K2 に対して向かって順動傾斜図があるわけです。これはあると分かってるわけです。そうするとですね、順動傾斜図の合成を考えると、もしですね、この C5 から G2 への順動傾斜図が存在するとすると、C5 から K2 にも順動傾斜図が存在しなくちゃいけません。ですね。で、実際ですね、この C5 から K2 には順動傾斜図が存在しないことが言えるんですけども、これ何がいいかっていうと、
今ですね、C5 から G に向かって順の結合がありますかっていうことを考えたかったんだけども、この G っていうのは割と見た目が複雑なグラフなわけです。だけども、これ K2 は、頂点が2つ、辺が1つしかないので、すごく簡単とか単純なグラフなんですね。だから C5 から K2 にへの順動系があるかどうかってことを考えることによって、C5 から G へ順動系があるかどうかってことの質問に答えられるので、順動系が存在しないことの証明が簡単になります。実際やってみますね。だから、で、一応ちょっと定義をすると、奇平路と言ったらそれは長さが奇数の平路のことです。平路の場合は長さと頂点数が同じなんですけども、つまり、ある生成数について C の 2K プラス1というような形で書けるような平路が奇平路です。まあ、ここに平路の定義を挙げてますけども、全部この添え字の部分が奇数になっているわけです。これは奇平路と言います。で、今からちょっと言いたいのは何かというと、G が2部グラフだったら、先ほど言っていたような、その、奇平路から、その2部グラフへの順動系差等は存在しません、ということになります。で、これを証明するために先ほど言っていた、観察を使うんですけども、何かというと、証明の方針としては、今、順動系がないことを証明したいので、あると仮定して矛盾を導きます。背離法になります。背離法。で、どういうふうにするかっていうと、だからあると仮定します。順動系あると仮定します。で、G は2部グラフだから、G から K2 への、K2 への順動系あるということになります。そうすると合成を使えば、C2K プラス1から K2 への順動系差等があることになります。で、今からやるのは何かっていうと、実際、これはあり得ませんよってことを言ってきます。で、まあ、仮に、この C2K プラス1っていうのは、この頂点集合が1から 2K プラス1っていう数字で書かれていて、こんな形で、逆の向きが、こんな形で辺が付けられているというふうにします。これ、ここまでですね、書いてると。で、K2 については、頂点が1、2で、辺も1の間にしかないという形で、定義されているとします。で、そうするとですね、今これ、順動形があるというふうに仮定してますから、この、1という頂点は、まあ、この K2 の1か2のどちらかに移るわけです。じゃ例えば、1に移るとします。この順動形作動で。でそうすると、2がどこに移るのかってことが、これ決まります。これ2は、この下の2の方に移る必要があります。そうじゃないと、1、2という辺が、C5 の1、2という辺が、K2 の辺に移らないからです。でそうすると、次の3という頂点は上の1に移らなくてはいけないってこともわかります。でそうじゃないと、この C5 の2、3という辺が、K2 の1、2という辺に移らないからです。というふうに順番に、1、2、3、4って順番に見ていくと、奇数番号の頂点は、K2 の1という頂点の方に、偶数番の頂点は K2 の2というふうな頂点に移らなくちゃいけないというとわかります。そうすると、最後の頂点ですね。5番目の頂点は、やっぱりこの奇数番目の頂点なので、1に移るんだけども、そうすると、1号という辺が、この K2 の辺に移されないので、ここで矛盾になるわけです。いいですか？いいですか？それを書いているのが次のページのここで、今口で言ったのはここまでですね。しまった。この図を作っていたんだった。これを使うんだった。何より今書いたことをもう一回書くんですけども、1が1に移るとすると、1、ここに行くわけですね。でそうすると、2は2に移らないといけないと。でそれによって、1、2という辺がちゃんとこの辺に移されるという形になるわけですね。で順番にやっていくと、3が上、4が下、5が上という形に。なるわけですね。で、そうすると、1、2、3、4、5とか、こういうふうに辺が、まあ、この K2 というグラフに埋め込まれるわけです。でそうすると、1号という辺が、まあ、本来は、この、奇平路の方にあるんだけども、この1号が、ちゃんとこの K2 の辺に移ることにならないので、うまくいきません。矛盾です。ということになります。今はですね、1を1に移す場合をやったんですけども、1が2に移っていく場合も同じような形で証明ができます。ので、いずれにせよ、この順動形存在しませんということになって、配慮法によって証明ができたということになります。よろしいでしょうか。いいですか。時間を使いすぎてる気がするので大丈夫かな。
で、まあ、ここまでが部分グラフの話になります。で、次にですね、ちょっと機内周の話をしたいんだけども、あとちょっと10分ぐらいはやろうかな。休憩まであとちょっと、11時半頃に休憩しようと思うので、ちょっと10分ぐらいもうちょっとやろうとします、思います。じゃ次、機内周という話をしていきます。で、そのためにですね、歩道と平歩道っていうちょっと話をするんですけども、歩道といったらですね、G における歩道といったら、英語ではウォークと言ったりしますけども、歩道といったら何かっていうと、頂点を並べます。頂点を並べるんだけども、その隣り合う頂点のところは必ず辺になっているという条件を満たすような、この頂点の有限列のことを言います。で、例えば今ここに例があるんですけども、このグラフにおいて、1、5、3、2、1、4というふうに並べたものは、これは歩道です。なんでかっていうと、これはその1、5、3、2、1、4っていうふうに、まあ、頂点を並べてるんですけども、その順に辺をたどって、通っていけるからです、グラフの中を。ですか？辺を、1、5、3、2、1、4の順に辺をたどって、この頂点を訪問できるっていうのが歩道です。で、別の例として、これ5、3、2なんですね。5、3。これも歩道です。で、注意したいのは、この現れる頂点が互いに異なる必要はないです。例えば、この青い方の歩道では、1という頂点が2回以上出てきていると。まあ、2回です。2回出てきていると。ということになりますし、すべての頂点を使う必要もないです。この赤のように、一部分だけでも構わない。ということになります。で、この時に、この通った辺の数の総数のことを長さと言います。で、それは、ここに現れる頂点の数の、頂点の数から1を引いたものになります。1を引いたものになります。はい。で、これが歩道の定義です。で、なんで歩道のことを言ったかというと、ですね、道の順動形で、道が移される部分が歩道になるからです。これ道ですね。これ頂点数6の道。長さが5の道です。で、それを今、例えばですね、ちょっと名前をつけて、A, B, C, D, E, F という名前をつけたら、それをですね、順番に A, B, C, D, E, F というふうに移したら、それは、この道自体がこの歩道に移されることになるわけです。順道系作動になって。ですか？だから、今言ったのは何かというと、道があったら、その道を、順道系作動によって G に移したら、その移した先の、その道の像は歩道になるという形になります。で、逆に歩道があったら、それはもともと、道があって、それを移した先なんだっていうふうに思えるわけです。で、これは順道形の定義を考えれば、直ちにわかるので、ちゃんとした証明が欲しいなという人は、ちょっと自分で考えてみてください。はい。で、これが、歩道の話なんですけども、同じような、対応がですね、経路と平行道というものにもあります。で、平行道は何か、書いてあった。で、平行道って何かっていうと、これですね。そうだな。こういうふうに書いてあるな。それは、先ほどと同じように、歩道の時と同じように、頂点列なんだけども、この隣り合うところだけが辺になるのではなくて、この最後と最初も辺になっているというような条件を満たすもののことを平歩道と言います。はい。まあ、今この例で言うと、今これは1、2、3、5、1、4、5、3、2、1、4ですね。で、この順に、辺を通って辿っていくわけです。ちょっとやってみると、1、2、3、5、1、4、5、3、2、1、4。で、4と1も最後のところ戻っていけるという形になっているわけですね。だからこれは、平行道です。で、まあ、平行道の定義としては、最後のこの戻るところもここに書くっていうような定義の仕方もあるんですね。まあ、この下に書いてある補足なんですけども。ですけども、まあ、ここでは、まあ、どちらでもいいんですが、これ書かない、ちょっと流儀でやってます。消えなかった。書かない流儀でやってます。はい。で、K のことを平歩道の長さと言います。書けなかった。言います。はい。で、実は平歩道っていうのは、経路の順道傾斜像による像になります。例えばですね、こういうふうな、11頂点の経路があったら、それをある種の、あ、なかったな。ある種の、順道傾斜像で移すと、その、経路がたどる順番に、このグラフの方でたどっていくと、それが
平方道になると、よくなります。一方で、長さ K の平方道があったら、そのもともとの部分っていうのが、K 音になっているということも言えます。まあ、これも順道径という考えは直ちに言って、一応もう少し、ちゃんと言うと、CK っていう頂点数 K の平路から G への順道径作用が存在することと、G に長さ K の平方道があることは同値です。はい。でですね、まあ、これ同値なんですけども、今はですね、こちらの平路が奇平路である場合を考えます。奇平路である場合。でそうすると、今の図では、これ奇平路なんですけども、今の図では、これは奇平路ですね。これ奇平路ですね。これ十字が奇数だから、これ奇平路なんですけども、奇平路の場合には、こちらに出てくる、歩道、平方道の長さも奇数になるわけです。で、長さが奇数の平方道っていうのは、実は重要な性質を持っていて、何かというと、これですね。長さが奇数の平方道が、これ2ケーブス、これ奇数ですね。平方道があったら、長さがその奇数以下の奇平路が必ずあります。奇平路があります。これ、平路なので。で、ちょっと前のページ見ると、これどういうことかっていうと、今ですね、この右側のグラフ。これは、の中には長さ11の平方道があるんですけども、実際、ここの部分、今赤く書いた部分に長さが11以下、まあ、この場合3ですけどね、3の奇平路が存在します。だから何を言うかというと、平方道で長さが奇数のものがあると、必ずそのグラフには長さが奇数の平路もあります。なんでか。これは、K による機能法で簡単に証明ができるとか言って、これ簡単とか言ってあんまり簡単じゃないんですけども、で、それちょっとここに空いてるところで、雰囲気だけを言うとどうなるかっていうと、K が1の時をまずやってみましょうね。これ整数ですね。そうすると、これ 2K プラス1はこれ3なわけです。そうすると、今、G っていうグラフがあったら、その中に、この仮定によると、長さ、3の平方道が存在するっていうふうに言ってるんですけども、そういう平方道っていうのは、この3頂点を全部、異なるものとして取ってくる必要があります。まあ、そうじゃないとうまく平方道が作れません。なんか、同じ辺を2回使おうということは、1、2、3とかって、こういうことはね、これできないわけですね。このような辺ないので、このような辺ないので、これはできないわけです。そうすると何かっていうと、この平方道がそもそも長さ3の平路になっているということになります。長さ3の平方道は、長さ3の平路である。平路に、を作っている。ってことになります。だから、K が1の時は正しいってことになりますね。はい。じゃあ、機能法を進めるために、K が L1 以上の時正しいとします。で、K が L プラス1と考えますね。そうすると、グラフの中には、長さが 2L プラス3の、平方道があるわけです。同じ頂点を何度かこう、これ奇数だとか、今ちょっと、自信がないんですけども、長さが、2L プラス3の平方道があるわけです。で、その時に、平方道。ってことを仮定するわけですね。これ仮定ですね。仮定ですね。で、この時に長さが 2L プラス3以下の奇平路があるってことを言いたいんですけども、これ場合分けがあります、ここで。で、何かっていうと、この長さ 2L プラス3の平方道が頂点を、どの頂点も重複して使わない場合。1、2、3、4、5、6、7、どの頂点も、重複、まず、この、漢字は重複って読むんですけども、重複して用いられないっていうとき。で、そのときには、これそのものが、奇平路です。だからこれは、K が1のときと同じ
話ですね。これそのものが既平論なので、この場合は証明おしまいです。で、そうじゃない場合は、ある頂点が重複して用いられているわけです。ちょっとうまく書けるかな。うまく書ける気がしないんだけども、なんかこんな感じで、ある頂点が重複されていると。ある頂点が、2回以上使われると。そうしたら何をするかっていうと、2回以上使われている頂点があるんです。そこで、この、平歩道を2つの平歩道に分けるんです。だからこの場合は、なんかこの右側と左側って、こんな感じで分けるわけです。で、ちょっと一般的な図を上の方に書こうとすると、なんか平歩道がぐーっとあって、なんかどこかで、こう、2回以上使って、こういうふうになんか、戻ってくるという形の平方度になってます。平方度。で、この、長さは奇数なんですね。ちょっと今、字が汚いですけど、ね、長さは奇数なんですよ。で、そうすると、この、2回使ったところの頂点の、左側と右側は別々の、平方度になっています。別々の平方度っていうか、頂点の重複はあるかもしれませんけども、別々の平方度になっています。で、そうすると、これ長さが全体で奇数なので、この左側か右側か、どちらかの長さもこれ奇数になるんです。いいですか？平方度の長さっていうのは、辺の数を数えているので、通った辺の数を数えているので、全体が奇数ですから、で、それを二つに分けたら、これ両方とも偶数だったら、これ足したら偶数にしかならないわけです。だから必ず、片方は奇数で片方偶数です。そうすると、片方は奇数で、なおかつ、その長さは、もともとの 2L プラス3よりも小さくなるので、記号法の仮定が使えて、だから、一方は、一方は奇数調になって、そこに、機能法の仮定を使う。ちょっと、場所が悪いですね。多分この右上の場所は、私の顔が、6回では残っちゃうので、ちょっと動かすと。こんな感じですね。何かという、これは、こうですね。この形になって、奇数調の方の、短くなった平路に着、平方道に着目して、そこに機能法の仮定を適用すると、その中にちゃんと奇平路が見つかるということになります。で、長さは、2K プラス1以下になるということも、長さが小さくなるので、保証されるということになります。まあ、こんな、形のことを文章に書けば証明はできます。はい。そうですね。で、今から何をしたいのかっていうと、機内臭っていうちょっと言葉を出しますけども、これ何かというと、英語ではオッドガースと言いますけども、グラフが含む奇平路の最短調です。奇平路の最短調です。で、今このグラフの場合には、機内臭は3であると。ここに、長さ3の、奇平路があるからですね。で、この時に、この機内臭っていうのを定義するときには、考えるグラフは2部グラフでないとします。まあ、二部グラフであると、奇平路が存在しないんですね。先ほどその、二部グラフである場合には、奇平路から、二部グラフであるようなグラフに、順路って存在しないというふうに言っていたので、特に、部分グラフとして存在しないわけです。ということなので、二部グラフに対しては機内臭を考えないということにします。はい。で、機内臭はもう一度言うと、奇平路の最短調です。で、今からやってるのは何かっていうと、これを、休憩の後にちょっと証明しようと思うんですけども、G から H へ、順道径があるならば、G の機内臭は H の機内臭以上になります。まあ、この G と H は両方とも、2部グラフではないとしますね。で、ちょっと、この例を見ていただきたいんですけど、これは今 G と H があって、これ今 G から H に、順路径があるっていう状況を書いてます。ただ、仮定は満たしてます。仮定は満たしてます。
で、この時に、じゃあ、この G と H の機内周、実際にこれ計算してないですね。計算するとどうなるかというと、機内周は、右の方は先ほどの例で、これ3です。で、左の方は実際これ計算するとこれ5になります。ので、確かに、この機内周は、左の方が大きいことになってます。で、こういうのが必ず成り立ってないといけないということが言えます。はい。で、じゃあ、休憩の後にちょっとこれを証明しようと思います。ので、ちょっと休憩の間にちょっとわかんないところがあったら、したら、見直してみてください。はい。じゃあ、3分休憩します。はい。それでは、再開します。よろしいでしょうか。質問も特になかったですね。はい。今からやっていくのは、これですね。G から H への準時計があれば、G の機内周は H の機内周以上です。ということをやっていきますけども、この機内周の定義、ちょっともう一回復習しますね。機平路の最短長です。で、ちょっと今までやってきたことをいろいろと、使いながらやっていくんですけども、これですね。まずですね、準動計算像が、あることを今仮定しますから、その準動計算像を F とします。はい。で、G の機内周を 2K プラス1だとしましょう。つまり、この例の場合は、K が2ですね。機内周5ですからね。機内周。ちょっと字が汚いな。今なんか姿勢が悪いからね。書き順も難しいですね。機内周が5なんですけども、そうすると、何が言えるかっていうと、この、G というグラフの中には、書いちゃった。G というグラフの中には、
長さが5の経路が、長さが 2K プラス1の経路があるってことなので、その経路からこの G への順道径があるわけです。この経路が、この G ってグラフの部分グラフだから。で、それ今、この順道径 G としましょう。で、そうすると、この G と F を、合成した F 丸 G っていうのは、この C5、というか C2K プラス1から H への順道径になります。ですね。ですか。で、そうすると、今、この、一番左のものの、これの長さは、2K プラス1なので、そこから、この H に順道径があるってことは、先ほどの平方道の話を思い出すと何が言えるかっていうと、H には、長さが 2K プラス1の、平方道が存在することがわかるわけです。いいですか？それが、ここの部分ですね。いいですか？で、そうすると、長さが奇数の平方度を H は含んでますから、それよりも長さが小さいか同じであるような奇平路も含む。これが先ほどの、板書で簡単に証明を説明したところから分かることです。つまり、H の中には、奇平路として長さが 2K プラス1以下のものがあるってことが分かってます。ということは何かというと、H の中の奇平路の一番短い長さである、つまり、機内周っていうのは 2K プラス1以下になります。ですか？で、2K プラス1っていうのは、今この G の機内周だったので、最終的に結論としては、G の機内周が H の機内周以上であるということが得られました。よろしいでしょうか？いいですか？今まで使っていたその、順道径の合成とか部分グラフであるという。こととか、そういうのを使ってこれを示しました。で、これが示せると何がわかるかというと、例えば、このことから次のことが証明できます。例えばですね、これがわかります。何かっていうと、今からこれやっていくんですけども、何かっていうと、今これ C2K プラス1と C2L プラス1っていう2つの奇平路を考えます。で、2つの奇平路の間に順道径があるのかないのかってことを示したい。で、その時に、ここに書いてあることは何かというと、K が L 以上だったら、順道径はあります。だから、気分としては、その長さが長い奇平路から短い方の奇平路に向かって、順道径はあるんだけども、逆向きはありません。これは2番ですね。逆向きはありません。だから、短い方から長い方への順道径はありません。ということになります。で、その、この2番目の、この下の方の順道径がないってことを証明するときに、機内周を使います。で、上の方は、順道径ありますよってことを言いたいわけだから、これは実際に順道径を一つ作ってあげればいいわけです。で、それをちょっとまずやりましょう。で、まずですね、書いてあるのは、2K プラス3から 2K プラス1に対して証明するのは十分ですと。なんでかというと、この順道径があるという関係には推移性があるからです。だからその、この奇数として差が2のところだけを証明すれば、差が、4のところも6のところも全て証明できるということになるわけです。はい。じゃあ、この平路っていうのは、1から順番に番号がついていて、その番号に沿って辺が引かれているというふうに仮定しましょう。ここまでですね。で、その時に、この頂点数 2K プラス3の経路から 2K プラス1の経路に向かって、まあ、この下の例では K が3の、違うな。3ですね。3の場合も書いてますけども、書いておこうか。K が3。を書いてますけども、どういうことかっていうと、元々のその2K プラス3個頂点があるところの、経路から、1から 2K プラス1までは、そのまんま、その番号に沿って、移します。この順道径作法では。で、最後の2つだけですね。最後の2つだけ、こういうふうな形で折り返します。折り返します。それがここの部分ですね。折り返します。で、そうすると、ちゃんと、まあ、この図に示しているように、1、2、3、4、5、6、7、8、9、という形で、順道径作法になっているということが言えます。いいですか。だから、長い方から短い方に、移すってことは、このようにできるということになります。
ですか。じゃあ一方で、じゃあ短い方から長い方に移せませんということを言うときに、どういうふうにするかっていうと、これですね。K は L 未満というのはするわけですけども、じゃあ、この2つの、なんか今は、2K プラス1が5で、2L プラス1が9って、こういう形ですね。なっているときに、この、非平路の機内周は何でしょうって言われたら、このグラフは、長さが奇数の平路を一つしか含んでいませんから、その長さがそのまま機内周に出ます。つまり C2K プラス1の機内周は 2K プラス1です。同じように C2L プラス1の機内周は 2L プラス1です。で、2K プラス1と 2L プラス1の長さを比べると、2L プラス1の方が大きいわけです。で、先ほど言っていた性質ですね。何かというと、G から H に、順動器があるんだったら、機内周に対してはこのような、外傷関係がなくちゃいけないということを言っていたんだけども、じゃあこれの待遇を考えましょう。待遇。待遇考えると何なのかっていうと、結論を否定するので、G の、機内周。G の機内周が H の機内周未満。ならば、G から H への順動器ありませんと。ということになるわけです。で、実際に、この G と H の機内周を比べると、G の機内周の方が小さいので、この待遇から順動計算がありませんという結論が得られるということになります。よろしいでしょうか。いいですか。で、そうすると、どういうことになるかっていうと、またこの列がありますね。これ先ほどと同じですけども。なんだっけ。長さが短い経路に向かって伸びてると。こういう形になるんですね。で、ここでちょっと注目したのは何かっていうと、先ほど同じような図を完全グラフで書きました。で、完全グラフはどういうことになっているかっていうと、C3 と K3 っていうのはこれ同型です。K3 っていうのは頂点数3の完全グラフですけども、これはもう描くと C3 とも同じになるわけです。で、ここに K2 っていうのはありますけども、K2 っていうのはここに現れている気平路の部分グラフなので、その、どの気平路に対しても、K2 からその気平路に対して、順動係数があるわけです。で、これ、気平路は2部グラフではないので、先ほどの、それ今のはちょっとなしにして、気平路から K2 へは、順動係数を存在しないということを先ほど言いました。ので、これ何を言ってるかというと、先ほどは、K1 から K2 に向かって、矢印はあって、で、K2 から K3 に向かって矢印はあって、逆向きはないというふうに言ったんですよ。で、こういうふうに、なんかその、K1、K2、K3、K4、K5 って形で並んでるっていうふうに言ったんだけども、実は、K2 と K3 の間に、この無数の、気平路が、これ挟まってるんですね。挟まってるのは何ですかっていうと、この矢印の間には、ここに C5 があって、ここに C7 があって、ここに C9 があって、っていう無限列が、K2 と K3 の間に、これ挟まってるんです。実際。この、なんだろう、グラフ全体のグラフにおいては。っていうことがあって、だから、まあ、これちょっと、標語的に言うと、K2 と K3 の間には、中密にグラフが存在するってことになるんですけども、これはですね、重要な性質として、後の講義でもっと詳しくやっていくんですけども、これ別の言い方すると何かっていうことですね、先ほどですね、グラフがあって、向こうグラフがあって、例えばですね、この染色数が、3だとすると、K3 には、順動計作動があって、K2 にはないってことが先ほどの話から言えるんだけども、K3 にあるだけではなくて、もしかしたら G から、C7 にはあって、CQ にはないのかということですね。なんかこういうことはなんかあり得るわけですね。でそうすると、これ何が言いたいかっていうと、染色数が3であるグラフ、の、行き先の順動系、順動系の行き先っていうのは、計算であるだけじゃなくて、もしかしたらこの無数にある、この間の非平路のどこかに行っていて、
どこかで行かないっていうようなことが起きてるかもしれないわけですね。何言ってるか全然わかんないかもしれないですけども。という形で、染色数が3であるグラフの間にもなんか階層構造があるんじゃないかっていうことがだんだんわかってきます。という形で、順動期をですね、見ることによって、彩色に関する情報がもっと細かくわかるっていうような話につながっていきます。これは後の講義で詳しくやっていきます。だから今ちょっとこの部分の話がわかんなくても構わないです。はい。で、残りのですね、20分しかないな。できるかな。もしできなかったら次回に回すことにしますけども、この非順動系古代って話をしたいと思います。ちょっと終わんない場合は、次回も、持ち越しますね。で、先に、この非順動系古代、ノーホモモーフィズムレンマっていうんですけども、まあ私はですね、ノーホモモーフィズムレンマっていう英語しか見たことがなくて、これを非順動系古代と訳していいかどうかはちょっとわかりません。が、ちょっとここでは、思い切って訳してます。で、何かというとですね、ここに書いてあるものがそのものなんですけども、まずこれを読みます。何かというと、考えているのは向こうグラフで、G から H に、順動系作動が存在して、H が頂点階である。ならば、IG と IH を比べると、IG が IH 以上ですということを言ってます。で、ここで、頂点階とか IG、IH から説明します。何であるか。で、まずじゃあ、頂点階。これ、バーテックストランジティブという、英語の訳なんですけども、何かというと、任意の二頂点 UV に対して、U を V に移すような自己同型写像が存在することです。これはわかりにくいですね。だからこれはちょっと例を見てやっていくんですけども、まずここに挙げているグラフ。これ、実はこれ有名なグラフ。これ名前がついていて、これペテルセングラフって呼ぶんですけども、これ、後でよく出てくるんですね。ペテルセングラフって呼ぶんですけども、これはですね、頂点階グラフです。バーテックストランジティブグラフです。で、なぜかというと、例えばですね、これは同じ図を描いているように見えますけども、実はこれ頂点番号が違うんですね。頂点番号が違う。で、つまり何かというと、この、グラフの書き方をこれ、変えて書いてるんです。で、これは実際はこれ同じグラフの別の描き方です。で、これはどういうふうになってるかっていうと、そういうふうに思うと、これは、自己同型写像で1を6に移してるというふうにこれ見えるわけです。いいですか？だから、これは何かというと、F1 イコール6を満たす、自己同型写像が存在すると。ということを表している図です。で、ここでやらなくちゃいけないのは、で、これは同時に、この F っていうのは、4を10に移してるわけです。だから F4 イコール10を満たす。ってことも、そういう自己同型差が存在するということもわかりますし、5を9に移してますから、F5 イコール9を満たすような自己同型差が存在することも言ってるわけです。で、そんな感じになってます。で、ちょっとこの1だけに着目して、1だけに着目して、F1 が他の、どれにもなり得るってことをちょっと、言っときます。で、それが次の図です。こんな感じです。今、この1の位置に、1の位置です。1の場所に、2、3、4、5、6、7、8、9、10のすべてが、来れるように描き直したものを書いてます。描き直したものを書いてます。で、これによって、位置は他のどの、頂点にも移せるような、自己同型作動が存在するってことがわかります。で、同様に2に対しても、2の場所が1、3、4、5、6、7、8、9、この9じゃない、この9です。9、10になるような自己同型作動があるってことが、この図からわかります。で、実際これはですね、実は、どの頂点もどの頂点に移すような自己同型作動が存在するってことを示す図になってます。例えば、4は、1、2、3、5、6、7、8、9、10に移すような自己同型作動が存在するという形になっています。ということで、このグラフは頂点階グラフであるということがわかります。もう一度定義を言うと、これですね。
任意の2頂点に対して自己同型写像 F で FU イコール V を満たすものの存在符号です。もう定義はわかりますか？いいですか？いいですか？ちょっとわかんないかな。ちょっと反応まんまないので、これはわかんなそうな感じがしますよね。良さそうでしょうか。ちょっと、この場で質問がなければ、このまま進みますけども、まあ、わかんなかったら、後のコメントで書いてもらったり、自分で、一生懸命考えてください。はい。で、これが、頂点解グラフです。で、i っていう、先ほどあったんですけども、i。これですね。i があったのも、i っていうのは何なのかっていうと、これはですね、独立集合っていうものに関係しています。で、グラフの独立集合ってのは何なのかっていうと、ここに書いてあるものですね。これは頂点部分集合です。頂点部分集合 i で、i の任意の2頂点の間には辺がないというものです。で、ここに例がありますけども、今これまたペテルセングラフですけども、148が独立集合です。ですね。148。この3頂点の間にはどこにも辺がないです。ですか？だけども、1710は独立集合ってない。1710。これ独立集合じゃない。なんでかっていうと、7と10の間に辺があるから。ですね。ですか？この独立集合の定義はいいですか？なんかいろんな定義がたくさん出てくるので、困るかもしれませんけども、いちいち覚えないようにしてくださいね。定義は見直して理解できれば大丈夫です。はい。これは独立集合です。で、中が書いてありまして、何かっていうと、i が独立集合だったら、i の部分集合も独立集合です。例えば、148っていうのが独立集合だから、その部分集合である18っていうのも、独立集合です。ですね。その中に辺がないっていう性質は、部分集合をとっても保たれますから、これ独立集合になります。はい。それでですね、考えたいのは何かっていうと、最大独立集合です。最大独立集合っていうのは、要素数が一番大きな独立集合のことです。このグラフの場合は、例えば、1478っていうのが、1478。これが、要素数4の独立集合で、これよりも要素数が大きな独立集合存在しません。ということなので、これが最大独立集合です。で、最大独立集合の要素数のことを、独立数と呼んで、アルファ G で表します。だからこのグラフの独立数が4になります。4になります。はい。だから、アルファを使うと、ペテルセングラフの、グラフのアルファは4であるというふうに書けるわけですね。いいでしょうか。はい。で、先ほどの IG って何かというと、ここにありますね。次の量のことです。まず、言葉を言うと、独立比という言葉があって、その独立比のことを IG で表します。で、IG は、先ほど書いた独立数、最大独立集合の要素数を頂点数で割ったものです。この例の場合は、独立数が4で、頂点数が10なので、独立比は10分の4、つまり5分の2になります。はい。で、これが先ほどの、ノーホモモーフィズム連磨に出てくる言葉の全部の説明になります。ここまでいいですか？ちょっとなんかまたなんか最後の方急いでるっていう感じになっちゃってる気がするので、ちょっと、待ちまして。いいですか？なんかね、定義が、立て続けにたくさん出てくると、なんかやっぱ早いって感じしますよね。いいですか？じゃあちょっと、じゃあ別の例で、ちょっと、このじゃあ独立比の計算の、練習をしましょう。じゃあこれ C5 ですけども。はい。じゃあこれの独立、この IC5。これ何なのかということを、じゃあちょっと考えてみましょう。そうすると、IC5、これは、定義から、頂点数を独立数で割ったものなんですね。で、頂点数じゃあいくつでしょう？ちょっとじゃあこれはコメント、ちょっと打ってください。じゃあこの分母は何でしょう？まあ、5が流れてきてますね。じゃあ5ですね。じゃないですよ。じゃあこれ5にしましょう。あ、5、たくさん並べて。はい、じゃあ5で、5にしましょう。確かにこれ、頂点数は5ですね。はい。じゃあ、独立数。これ最大独立集合の要素数、こっちは何でしょう？これは2がたくさん並べてます。じゃあ、これ2ですね。
じゃあ、一応、まあ、だから、二つ選ぶことによって、独立集合を作れますね。で、まあ、三つ選ぶと、用途すると、どうしてもどこかに、間に変換できてしまうので、まあ、三つを選べない。だから、これは5分の2です。で、そうすると、まあ、この、ペテルセングラフと、この C5 っていうのは、同じ独立比を持っているということになりますね。はい。で、これは例でした。で、先ほどの、ノーホモフォーフィズム連盟をもう一回書いてみるとこうなります。G から H への、順道計作動があって、H が頂点解ならば、IG と IH の間に、独立比の間に、対象関係ありますよと。ちょっと注意するのは、この G から H への、順道計作動があると言っているときに、だけども、H が頂点解である必要はあるんだけども、G が頂点解である必要はないです。じゃあちょっとこれ注意で書いてみますね。G が頂点解である必要はない。まあ、そうであってもいいんだけども、必要はないです。で今、ここにですね、例が書いてあるんですけども、必要はない。この3つのグラフは、偶然全部頂点解です。まあ、偶然じゃないけど、頂点解です。で、実際にここに書いてあるような、順道形があります。あります。で、そうすると、ここに書いてあるように、独立比の間に、こういう対象関係がなくちゃいけないんですけども、実際にその独立比が何なのかってことは、実際に計算して書いておきました。で、この数値を見ると、確かに、対象関係として、左の方が大きいということが、成り立っていないことが分かるということですね。でこれが、この非順道系誇大を言っていることです。で、非順道系誇大の使い方としては、先ほどの、騎兵路だって、機内集の場合と同じように、待遇を使うことが多いです。で、じゃあその使い方をちょっとやってみましょう。そうだ。流れは言ってないですね。この、非順道系誇大を証明するっていうのは、この後であるんですけど、後にあるんですけども、今日の時間に収まらないので、これは次回の始めにやろうと思います。はい。で、じゃあこの非順道系誇大を応用することによって、先ほど証明したことをもう一度別の証明でやってみます。何かというと、騎兵路があったときに、短い騎兵路から長い騎兵路に向かって、順道系作動は存在しませんよということを、この非順道系誇大を使って証明するということを今からやってみます。先ほどは機内集を使って証明したんですけども、今度は別の方法として非順道系誇大を使ってやってみます。で、そうするとですね、まずこの騎兵路っていうのが頂点解であるってことを言う、まず言います。これまあ騎兵路ではなくても、兵路は全部頂点解です。で、なんでかっていうと、ここに書いてあるように回転を考えればいいって書いてますね。で、ここにこれ、1、2、3、4、5っていう、兵路を、回転させて、まあ、5つ持ってきたものを書いてます。で、これによって、例えば、1を2に移す、3に移す、4に移す、5に移すような、自己同型作用があるということがわかります。し、2という頂点を1に移す、3に移す、4に移す、5に移すような、順同、自己同型作用が存在するということがわかったりします。ので、まあ、同じように、この、列を見ると、経路のどの2頂点を見ても、その頂点を他方に移すような自己同型作用が存在するということがわかります。はい。で、そうすると、何が言えるかというと、自己、すみません、非順道系誇大より、独立比を比べて、IG と IH、この G が何だかわからないですね。すみません。この G は C2K プラス1で、こっちが C2A プラス1です。で、こうなっていれば、順道系作用が存在しないということがわかります。これは待遇ですね。だから、こちらを否定すると、これが出てきて、それが成り立つと、これの否定が言えると。ということになるわけです。いいですか？そうすると何が分かればいいかっていうと、騎兵路の独立比です。これが分かればいいです。いいですか？じゃあ、騎兵路の独立比を見るために、まず騎兵路の、独立数を見ましょう。そうするとこれは、C2K プラス1の独立数は K になります。先ほど、K が2の場合の話をやってて、K が2の場合は、これは、C5 にあって、アルファ C5 は2ですというふうに言ったんですね。
で、オブジェ、まあ、同じような形で、C2K プラス1に対しては、独立数が K になることが言えます。で、さっき言ったみたいに、なんだろうな、K プラス1個持ってくると、どっかに変ができてしまう。っていうような言い方は、ちょっと、心もとないので、もう少しちゃんとした説明をしようとすると、例えば、この、CK、C2K プラス1っていう集合の中に独立集合で要素数が、じゃあ K プラス1のものがあったとしましょう。以上にしようかな。以上にします。ここに、じゃあ K プラス 1個以上頂点があるとしますね。で、このグラフ。このグラフを見ると、どの頂点を見てもそこに接続している辺の数が2つなわけです。いいですか？で、そうすると、今、この独立集合の中には辺がありませんから、ここに入っている、頂点に接続するグラフの辺っていうのは全部こういうふうに、この、集合の外側に出ていってるわけです。こんな感じで。で、これらの辺は全部異なるわけです。各頂点から2つ辺が出ていて、それらの辺全部異なります。ですか？そうすると、じゃあここに書いてある辺の数っていうのは、全部でいくつかっていうと、この辺の数は、頂点の数は、K プラス1以上で、そのどこからも2つ辺が出てるわけです。これは、計算すると 2K プラスになりますね。つまり、このような、ことがあると、独立集合で要素数が K プラス1以上のものがあるとすると、このグラフの辺の数っていうのは、少なくとも 2K プラスになっちゃうわけです。だけども、この、C2K プラス1というグラフには辺が 2K プラス1しかないので、これ矛盾になるわけです。いいですか？ということなので、必ず独立集合の要素数は K 以下になります。で実際に K 個頂点を選んで独立集合を作ることができますから、アルファの C2K プラス1は K になります。いいですか？で、まあ、K を L に変えれば、アルファ C2L プラス1もわかります。という形で、独立比は計算できるようになります。分子が K で、分母頂点数ですか、これ 2K プラス1になります。でそうすると、ちょっと整数とこんな感じになりますね。ちょっとこんな感じになります。で、C2L プラス1の方も、計算するとこんな形になって、で、これで今、K は L よりも小さいので、そうすると、引いてるのが大きいのは、こっちですね。ってことなので、欲しかった結論が得られるということになって証明が終わります。よろしいですか？難しいかな。そうですかね。ちょっと、もう一度見直してみてください。で、今はちょっと証明したのをもう一度戻ると、これですね。奇平度の場合は、長さが短い方から長い方への、順動形作動存在しませんっていうことを、今は非順動形答えを用いて証明するということをやりました。その前では、機内集を使うっていう方法もやったんですけども、まあ、どちらも、一長一短というか、使える場合と使えない場合があるので、そういう例は今後見ていくことになると思います。はい。で、この後に、この非順動形作動ですね、非順動形古代の証明があるんですけども、これは次回にやろうと思いますので、だから次回の始めはこの非順動形古代の、証明から始まりますので、もう一度非順動形古代がどういうものだったかってことを、次回の始まる前にちょっと見直しておいてもらうと、スムーズに理解ができるようになるかと思います。ので、それはそうしましょうと。で、ちょっと証明は、やんないけども。で、じゃ次回はそれをやるんですけども、一応じゃあ、今日の、まとめをしておくと、今日は、その順動形の存在性と非存在性を証明するための技法として、機内集と非順動形答えを用いた独立比を使う考え方っていうのを、紹介しました。で、非順動形答えの、証明は次回行います。で、次回は、まあ、そこから始めるんだけども、その後に、ここに書いてあるように、順動形写像と動形写像が生み出す二項関係の性質っていうのを理解するように、理解しようと思います。で、その時には、なんか、偽順序関係とか、同値関係とか、物色とか、群とかっていうような、キーワードというか、まあ、構造が出てくるので、お楽しみにしていてください。はい。では、今日の授業の部分はこれで終わりになります。では、残りの時間で、
コメントの方を書いて、送ってください。ですね、それは、クラスルームの方からもたどれますし、今、チャットの方にも貼りましたので、それを通して、コメントや質問や、まあ、感想や雑談、何でもいいので、ぜひ出していってください。で、前回のコメントの方にもですね、たくさん出していただきましたけども、授業の講義ページの方に、回答の方を私からしておりますので、ぜひそれを見て、参考にしてください。はい、それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。